ウェルテンペラメントは、鍵盤楽器で24のすべての蝶の演奏に対応する調律をするための音律である。この調律法は、バッハの平均率クラビーア曲集の現代出す、ボルテンパリアタクラビーアにちなんで20世紀に命名された。しかしこの命名は、ボルテンパリアターという語が、バッハの時代に特定の調律法を示す、一般的な技術用語であったという。 誤った推測に基づいているまたこのボルテンパリアターが平均率を意味するのかについての論争が起こった現在ではこの後は平均率とは異なるがウルフの5度を排除し24のすべての調の演奏に対応した鍵盤楽器の調律法の総称として用いられ5度鍵を循環できることからサーキュレーティングテンペラメントとも呼ばれる例として ベルクマイスターやバロッティの調律法が挙げられる。リンドレー、M、ウェルテンパード・クラビーヤ、ザニューグローブ・ディクショナリー・オブ・ミュージック・ミュージシャンズ、セカンド・エド、ロンドン、マクミラン、2001、ありがとうございます。